そんな感じかな、今年の野望、今年の野望、今年の野望じゃなくてなんだっけ、まあいいか野望で、抱負、今年の抱負はね、まああとはポルノに溺れないこと。ポルノ依存最近そこまでひどくなってないから、やっぱり完全に決別することはできないと思うんですよ。人間の三大欲求の一つだから、だから決別するんじゃなくてうまく付き合っていくことが大事だと思うんだよね。完全に断つわけじゃなくて、依存しない程度に、まあ今日みたい、今年みたいな感じで7日間に2回しかポルノ活動をしてないのであれば、まあ大丈夫でしょう、人間として。完全に断つで何です、その感じを。完全に断つ、断つものが私はありませんから、まあ心のあれしか持ってませんから。ウィズポルノ、そうウィズポルノ、ウィズコロナみたいな感じで生きていく、ポルノと共に生きていくと。性欲がなくなったら、あの私らしい配信もできなくなりますからね。私の一番の個性ですから、ノーポルノじゃなくウィズポルノということで、依存しない程度に付き合っていくと。